はい、キッズです。前回の動画でフォトショップとギンプを比べて、フォトショップは自動で物を消す機能がありましたが、実はギンプにも自動で消す機能がありましたので、今回はその機能をフォトショップとギンプで比べてみたいと思います。それでは早速始めましょう。素材をダウンロードして一緒にやってみてください。まずはフォトショップですが、前回も解説しましたが、フォトショップでこのカヌーと人物を消したいときには、まず範囲選択します。消したい部分を範囲選択します。そうして編集、コンテンツに応じた塗りつぶしを選択して、それだけで自動で消してくれます。良ければ OK。Photoshop では簡単に消してくれる機能があります。実は GIMP にもその機能があったのです。Photoshop と同じように消したい部分を範囲選択します。はい。自動で消す機能は、フィルターの中にある強調、こちらの中にあるヒールセレクション、こちらを選択します。設定画面が開きますので、こちらの一番上ではどのぐらいのサンプルを取って合成するかっていう範囲になります。まあ、ここは50にしときましょう。サンプルの範囲はオールアラウンド、この周りの部分からサンプルを取る。そしてこちらのフィーリングはランダムを選択していると、周りの部分をランダムに拾い集めて合成してくれるって形です。デフォルトのままでやってみましょう。OK。はい。自動で消えました。どうでしょう。Photoshop と比べてみましょう。GIMP でも Photoshop のように見た感じでは、Photoshop と同じような感じで自動で消してくれました。こちらの右側のカヌーと人物も消してみましょう。消したい部分を範囲選択します。編集、コンテンツに応じた塗りつぶしを選択します。はい、OK。では、GIMPの方でも同じように範囲選択します。はい。フィルター、強調、ヒールセレクション。こちらで先ほどと同じ設定で OK とします。はい。自動で消すことができました。見比べてみましょう。左側が Photoshop の方なんですが、ちょっと Photoshop はこの消したところが見える感じですね。GIMP の方は意外とナチュラルに、もうちょっと拡大してみましょうかね。今拡大してみましたが、ちょっとフォトショップの方はこんな感じになっちゃいましたね。左の方は自然な感じで消えてるんですが、GIMPの方も左の方は自然ですね。右側は、ちょっとフォトショップの方は消してる部分がわかりますね。やり方の問題かもしれませんが、まあこんな感じですね。人物とカヌーを消したパターンを Photoshop と GIMP で比べてみました。違う写真でやってみましょう。こちらのコーヒーカップを Photoshop の方の自動切り抜きでやってみます。こちらの長方形選択ツールで範囲選択します。はい。そうして編集、コンテンツに応じた塗りつぶしを適用します。消えました。OK。なかなかすごいですね。では、GIMPの方でもやってみましょう。不景選択ツールを選択して、この板と板の間の隙間のラインがありますので、このラインがうまくつながるのが、やっぱり自動で物を消す部分にですね、やっぱりちょっと難しい部分があります。このぐらいの範囲で、では、フィルター、強調、ヒールセレクションを選択して、こ
こちらの一番上のサンプルは、周りのサンプルを習得する範囲になります。数字が大きいほど範囲が広くなります。サンプルで今アラウンドになってますので、この周りからランダムにサンプルを習得して、このコーヒーカップを消すっていう形なので、こちらの場合には木目のラインがあるので、ラインを揃えたいので、この中にあるサイドにします。両サイドからサンプルを習得して消す。フィーリングの方はランダムではなくて、インワードセンター、インワードの中にあるセンター、コーヒーカップの中心を基準に両サイド、この選択範囲の内側からサンプルを習得するという形です。このアウトワーズっていうのは、この範囲選択外からサンプルを習得するという形なので、今回はインワード、こちらにします。これで OK しましょう。はい、消えました。では、Photoshop と比べてみましょう。左側が Photoshop で、右側が GIMP です。はい。まあ、Photoshop の方は、LINE の方は割かし繋がってますね。GIMP の方も繋がってはいるんですが、まあ、若干この中心線がわかるような感じですが、まあ、このあたりは、スタンプツールや修正ツールなどで、このつなぎ目はですね、簡単に消せると思うので、これもなかなか GIMP の方はいい感じで機能しているのではないでしょうか。どうでしょうか。見比べてください。はい。ではもう少し違う写真でもやってみましょう。こちらの写真でもやってみましょう。この人物を消してみましょう。まずは Photoshop からこの人物の部分を範囲選択して、はい。あとは、編集、コンテンツに応じた塗りつぶしでやってみます。はい。消えました。早いですね。はい。ああ、すごく綺麗に消えましたね。はい。では、GIMP も負けずに頑張ってみましょう。はい。GIMP でも範囲選択します。若干、サンプルしやすいように少しだけ隙間をですね、左右に上げます。フィルター、強調、ヒールセレクション。こちらで、設定は先ほどと同じで OK です。消えました。この範囲選択のサイズによってこの仕上がりも変わりますので、いろいろと調整してみてくださいね。はい。では、Photoshop と比べてみましょう。左側が Photoshop です。右側が GIMP。どうでしょう。Photoshop の方はかなりこう自然な感じで消えましたね。GIMP の方は変わったビルが建てられてますが、人物は消えましたね。どうでしょう。このあたりでちょっと Photoshop と GIMP の差が出てきたかな。スタンプツールなどで若干こう馴染ませる形はできるとは思いますが、はい。まあここまで自動で消せるのであれば、なかなか検討しているって感じでしょうか。はい。では、もうちょっと違う写真でやってみましょう。では、最後はちょっとですね、こちらの写真の場合には難しいです。周りの背景がですね、複雑なので、これはどんな感じかやってみましょう。はい。Photoshop はまず、範囲選択します。投げ縄ツールで、人物を囲ってみましょう。はい。この人物を消したいということですね。編集。コンテンツに応じた塗りつぶし。はい。Photoshop は早いですね。はい。消えました。まあ、消えましたね。ちょっと背景がこんな感じですね。では、GIMP の方もやってみましょう。GIMP もですね、こちらの自由選択ツールを選択して、人物を囲います。はい。ここですね。この人物を
消します。フィルター、強調、ヒールセレクションを選択します。はい。では今度はサンプルをオールアラウンド、周りからですね、周りからやるという形でフィーリングはランダムでやってみましょう。どうなるんでしょう。はい。消えました。はい。こんな感じですね。Photoshop と比べてみましょう。左が Photoshop で、右側が GIMP です。どうでしょうね。人物はマーク、どちらとも消えてはいますが、Photoshop の場合には、まあ、こちらのウィンドウの方のラインが、まあ、崩れてはいます。GIMP の方もやはり崩れてます。まあ、この場合はですね、ちょっとこのような格子状のウィンドウのものをデータを集めて消すっていうのはなかなか難易度が高い形ですね。まあ、結論としては GIMP もかなり検討したって感じでしょうね。GIMP にもこのような自動で物を消す機能があります。まあ、写真の種類にもよりますが、その消したいものの背景との状況にもよりますが、うまい具合にですね、自動で消す、こちらのヒールセレクションの機能を使ってアシストという形にして、まあ、時間短縮で、あとは修復ブラシやスタンプツールなどで消していくという形になると思います。いかがでしょうか？今回は GIMP にも自動で消してくれるフィルターがあったので紹介しました。参考になりましたらチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた。